Hello everyone! Welcome to Life in Imizu! 皆さん、こんにちは。Life in Imizu へようこそ。Imizu 市国際交流のGared Stanford です。よろしくお願いします。皆さんは海外の文化や歴史に興味がありますか？私の出身国、ニュージーランドには伝統ある文化や歴史があります。今回、ニュージーランドのモーリ民族の文化についてお話しします。マオリ民族はイギリス入植前からニュージーランドに住んでいた先住民族です。元は太平洋諸島が彼らのふるさとです。西暦1300年にニュージーランドを発見しました。私は幼い頃からマオリ文化に興味を持っていました。これからいくつかの文化の特徴を紹介します。最初はホニーという挨拶です。マオリ人たちには人間の魂が脳にあるという考え方があります。そのため挨拶の時に鼻と鼻をくっつけてキョーラと言います。日本語で健康でねという意味です。次はマオリ民族の伝統的な踊りハカです。ニュージーランドを代表するラグビーチーム、オールブラックスが試合前にハカを踊ります。皆さんは見たことありますか？とっても迫力がありますね。ハカは戦争の前に敵を怖がせるウォークライして知られています。しかし、さまざまなハカがあり、異なった意味があります。私は小学校から高校卒業までハカを習ったり演奏したりしました。次はモコです。モコはモーリ民族伝統的な入り墨です。地位や出身地、結婚、家族の歴史などを入り墨で表します。現在ニュージーランドでは文化だけではなくファッションとしても取り入れる人が多くいます。次はポーナムです。ポーナムはニュージーランドの翡翠で彫刻されたジュエリーです。文化的に自分のために買ってはいけません。プレゼントとして誰かにあげるものです。さまざまなデザインが彫られていて、形によって意味が異なり、身につけることで人に幸福をもたらします。例えば、斧が強さ、木はお願い事、する場合は安全の意味を表します。最後にハギ料理を紹介します。ハギはいろいろな材料、肉、魚、野菜などを葉っぱに巻いて地面の下で焼きます。最初に大きな穴を掘って火をつけて材料を入れて土で埋めます。大変時間かかりますが、材料が柔らかくなって香ばした味がしてとっても美味しいです。私は小学校で働いた時に生徒たちと作りました。作業は大変でしたが、いい思い出になりました。皆さんどうでしたか？ニュージーランドの文化に興味を持ちましたか？ぜひニュージーランドに行って体験してください。今回の Life in Imizu は以上です。最後に少し私のことを話します。来月から別の県に転職することになりました。この1年間Imizu市で働いたことはとてもいい経験になりました。私を支えてくれたたくさんの人々に感謝しております。心込めてありがとうございました。 Thank you! Goodbye! See you in Imizu!